それじゃあさっき勉強した水の単位、リットル、ミリリットル、そしてあんまり使わないデシリットルを使って、単位の入れ替えの問題をやっていきましょう。ってことは、これいつも通り、基本の単位を思い出しとかなかね。基本の大きさを。1リットルは何ミリリットルやったか ?1 デシリットルは何ミリリットルやったか ?1 リットルは1000ミリリットルやな。 一デシリットルはうん、リリットルです。これを使えば、この単位の入れ替えの問題ができるはずだな。ここはしっかり覚えとかないといけません。それじゃあまず一番。二リットルは何ミリリットルですかという問題です。一リットルは千ミリリットルやねな。それが二つ集まった二リットルは、これも二つ分になるので,で、二千やね、二千ミリリットルです。じゃあ五千ミリリットルは何リットルになるかって言ったら、 1000ml が 1L なんやろこれが5個分が5000やから、これは 5L やな。トルです。5000ml は 5L。三番。3dl は何 ml ですか ?1dl は 1000ml ですよ。3dl は3つ分なので、100が3つやな。100が3つで300やな。4番。800ml は、ごめん、これ。 デシが抜けてるな。8 0 0トルは何デシリットルですか1 0 0トルが1デシリットルやねな。800ってことはこれが8個分やろってことは8デシリットルやな。大丈夫次5番。1 5 0 0トルです。5番どっちも、5番6番どっちも1500やね。 ここがちょっとちゃうねんな。ここが。ちなみに、この千五百ミリリットルっていうのは、あの、ジュースとかの大きいペットボトル。あるやん。コンビニとかやったら三百円ちょっとで、スーパーとか行ったら二百円ぐらいで売っているやつ。あの、大きいペットボトルが千五百ミリリットルです。あれは、じゃあ、リットルに直したらいくらになるでしょう。千五百なので、千になったら一リットルになれるねな。ってことは、この中に千入ってるよね。 1>, 1リットルはできます。じゃあ、あと残り、どこが残っているかっていうと、ここの部分残ってるよね。なので、1リットル 500ml やな。オッケー。そしたら今度はここをデシリットルにしてみようってこと。1リットルの部分は変わらへんやね。じゃあ残っている5 0 0トルは何デシリットルでか ?1 デシリットルが1 0 0トルやから、5 0 0トルは 5個分やな。なので,1で,1で、1リットル5デシリットルです。1500ml は、1リットル 500ml っていうふうに言うこともできるし、1リットル5デシリットルっていうふうに言うこともできるな。水の大きさの単位、特にミリリットルとリットルはよく使うので、単位の入れ替えができるように、どれくらいの量かわかるようにしておきましょう。